男女基礎の玉いけるは平家は定めて大勢なれば、砺波山打ち越えて、広見へ入れて、掛け合いの戦にてぞあらんずらむ。ただし掛け合いの戦は、 性の多少によることなり、大勢傘にかけては足かりなむ。まず、旗差しを先立てて、白旗を差し上げたらば、平家これを見て、あわや、源氏の先人は、向こうたるわ。定めて大勢にてぞあるらん。そう、のう 広見へ打ちいれて、敵は案内者、我らはぶ案内なり、取り込められてはかなうまじ。この山は四方岩石であんなれば、絡めてえは世もわらじしばし降りいて、馬休めん。とて、 三十二祖折印ずらむその時義仲しばししらうようにもてなして日を待ち暮らし平家の大勢を栗唐にへ追い落とそうと思うなりとてまず白旗三十流れ先立てて 黒坂の上にぞ、うったてたる。案のごとく、平家、これを見て。あわや、源氏の先人は、向こうたるわ。定めて、大勢なる乱。そうのを、広見へ打ち入れなば、敵は案内者、我らは無案内なり。 取り込められてはあしかりなんこの山は四方岩石であんなりからめてえはよもまわらじ馬の草がい水瓶もによげなりしばしおりいて馬休めんとって砺波山の山中 猿の馬場というところにぞ降り至る木曽は羽生に陳取って四方をきっと見回せば夏山の峰の緑のこの間より明けの玉垣ほの見えて片そぎ造りの社あり前に鳥居ぞたっ ありける木曽殿国の案内者を召してあれはいずれの宮と申すぞいかなる神をあがめ立てまつるぞ八万でましまし候やがてこのところは八幡の五両で候 「木曽王きに喜びて手書きにぐせられたる大武房革命を召して義仲こそ幸いに今八幡の御法殿に近づき立てつりて合戦をとげむとすれいか様にも 今度の戦には相違なく勝ちぬと覚えゆるぞ。サランにとっては勝うは交代のため勝うは当時の祈祷にも願助を一筆書いて参らせばやと思うはいかに。革命。 もっともしかる病ろうとて、馬よりよりてかかんとす。革命がいたらく、勝ちのひたたれに黒川おどしの鎧きて、黒室のたちをはき、二十四埼たる黒ぼろのやおい、塗りごめ堂の弓、 脇にはさみかぶとをばぬぎたかひもにかけえびらよりこすずりたとうがみとりいだし木そどののおんまえにかしこまってがんじょうかくあっぱれぶんぶ2どうの達者かなとぞみえたりける。 この革命は、元、受家の者なり、倶楽度、道広とて、漢学院にありけるが、出家して、最上坊、新入とぞ名乗りける。常は、なんとえも通い蹴り、人と,とせ、高倉の宮の御成寺にいらせたまいしとき、 頂上を山・奈良へ使わしたリケルに、何との大衆偏朝おば、この信仰にぞ書かせたリケル、清盛は平時の創行、武家の賃害。と書いたりしを、 台上の入道を大きに怒って「南城その親友ほっめが上界を兵士のぬかかす武家のチりあくたと書くべきようはいかにそのほっし絡め取って死罪に行え」 とのたまう間なんとおば逃げて北国へ落ち下り木曽殿の手書きして大武を革命とぞ名乗りけるその願書にいわく奇妙長来八幡大菩薩は 地治域朝廷の本樹累生明君の脳祖たり放送を守らんがため創生をリせむがために三人の金曜を表し三女の権威を押し開きたまえりここにしきりの年よりこの方 平小国というものあり、司会を完了して、万民を農乱せしむ。これ、すでに、仏法のあた、横暴の敵なり。義仲、卑しくもキューバの家に生まれて、わずかに気球の塵を継ぐ。かの暴悪を案ずるに、 資料を顧みるにあたわず、運を天頭に任せて、身を国家に投ぐ。試みに騎兵を起こして、狂気を退けんとす。しかるを、当選領家の陣を合わすといえども、子卒未だ一致の勇みを得ざる間、 ち町ちの心恐れたるところに今一陣旗をあぐる戦場にしてたちまちに三女和光の遮断を排す期間の順熟明らかなり京都中立疑いなし漢儀のなんだこぼれて活語を漢に染む 塚塚に曹操部先の道の国の神義家の圧村身を僧病の士族に寄付してなお八幡太郎と降世氏よりこの方その文様たるものの帰京せずということなし義仲その行員として神戸を傾けて 年久し今、この対抗を起こすこと、例えば、英治の甲をもって巨界を図り、灯籠が斧をいからかして、龍者に向かうがごとし、しかれども、国のため、君のためにして、これを起こす。家のため、身のためにして、 ここれを起こさず志の至り、深寒、空にあり、頼もしきかな、喜ばしきかな、伏して願わくは、妙見、意を加え、霊心、力を合わせて、勝つことを一死に決し、あたを四方に退けたまえ。 しかればすなわち短期妙慮にかない、玄関加護をなすべくは、まず一つの随想を見せしめたまえ。寿永二年五月十一日、源義仲、敬って申す。 と書いて我が身をはじめて13人が上屋のかぶらを抜き願女に取りぐして大菩薩のご宝殿にぞ納めける」「頼もしきかな大菩薩真実の志二つなき親はるかに昇乱したまいけん 雲の中より山場と三つ飛び来たって源氏の白旗の上に変番す昔神宮皇后信羅を攻めさせた舞師に味方の戦い弱く異国の戦怖くして すでにこうと見えしとき、皇后天に御犠牲ありしかば、霊宮三つ飛びきたって盾の表に現れて、異国の戦破れに蹴り、また、この人々の先祖、来儀の圧村、 佐藤党宗藤を攻めた玉石にも、味方の戦い弱くして、京都の戦小分かりしかば、来義の圧村敵の陣に向かって、これは全く私の日にはあらず、真下なり。とて、 火を放つ「風たちまちに遺族の方へ吹き覆い」「貞頭が立ち栗屋川の城を焼けぬ」「その後戦敗れて定頭宗頭を滅びに来」「木曽殿火曜の戦場を忘れたまわず」 馬よりより、かぶとを脱ぎ、ちょうず、うがいをして、今、霊宮を廃したまいけん、心のうちこそ、頼もしけれ。